ポケットからはみ出したあなたの夢を花びらに変えて風が運ぶよ。パレットから飛び出した七色の笑顔、みんなの瞳をキラキラ包むよ。いつもご苦労様です。今回も宝物の山ですわ。みんなも大喜びすると思います。ブラムフィールドの子供たちが修理したものは本当に人気がありますもの、ありがとうございます。さあフランツ出発よ。はい。遅いな。やめろよ。別にそういう、猫に餌やっちゃいけないの？あ、いや。かわいいのは猫ちゃんだった。うわ、大丈夫トミー？なんだよ、びっくりさせんなよ。あら、そんなこと言うといいこと教えてあげないわよ。何？いいことって。来たのよ、宝物。おい、待てよ。わあ、かわいい。すぐにきれいにしてあげるわね。これまだ新しい。こいつはまだ使えるぞ。宝物。先生。何？これ本当にみんな町の子供たちがいらないって言ったおもちゃなんですか？そうよ。ほら、これも仕立て直せば素敵なジャケットに生まれ変わるのにね。これなんか直すのは大変だよ。お兄ちゃんは古くて壊れてる方が嬉しいんだって。どうして？だって壊れてなきゃ直しがいがないだろ。そっか。修理が終わったらいつものように教会に持っていきますよ。きっとたくさんの人の役に立つでしょう。はい。でも自分のものにしてもいいんでしょ？もちろんよ。よかった。ただし一人に一つずつよ。はい。古いおもちゃよ、ピカピカのおもちゃになれ。今日からプラムフィールドは魔法の工場になろうぞ。
したらロブとテディの木馬にしたらいいよ。うわー嬉しい、宝物宝物。デイジー、どうこれ？ん？あら、とっても上手だわ。そう？そうよ。うん、私にしては上出来だ。去年はね、私が直したお人形をスミスさんのおばあちゃまがお家に飾ってくださったのよ。とっても嬉しかった。うわー、いいな。よし、私も頑張ろう。いたずらに付き合ってる暇はないの。さあ、ハサミを返しなさい。何が裁縫だって、おっかしくってお日様が西から昇ってくら。言ったわね。待ちなさい、トミー。トミー、ハサミを返して。こっちこっち。やっほー、どこまでおいで。待ちなさいよ、トミー。もう怒ったわよ。しないと。意地悪ばかりするんだから嫌になっちゃう。いくらふざけててもやりすぎだよね。いいかい、ちょっとしみるよ。うっ、いたたたたたた。トミー、うわ。そんな怪我大したことないよ。わあ、ひどい。トミー、男らしく謝ったらどうなんだい。さて次はどんないたずらしようかな。まったく、あの子のいたずらにも困ったもんだね。でもさ、なんでトミーはナンばっかりいじめるんだろう。さあ、変なやつだな。なんでいつもこうなっちゃうんだ。見てたの？え、秘密よ。誰にも言っちゃダメよ。え、あ、
したのメアリアン。本当に誰にも言っちゃ嫌よ。オルゴール？生まれて初めて男の人から贈り物なんて。男の人から？トミー。あ、ごめん。どうしよう、奥様に相談してみようかしら。メアリアン、ありがとう。あ、なんでもない。そう。また新しいいたずら？違うよ、実は。ん？できたんだ。うわあ、これオルゴール？そうさ、曲が鳴ると人形が回るんだ。まあ大した仕掛けじゃないけど、ほら。ふう、かわいい小豚さん。うさぎなんだけど。それで？え、その…ん？おーい！ジョー先生が呼んでるよ。わかった、行きましょ。おう。トミー、トミー、早く！ああ、すぐ行く。僕が預かっとくよ。お前たち、このことは誰にも言うなよ。いいな？
コンコードに孤児院があることはみんな知ってるわね。はい。そこが昨日火事になってしまったのよ。幸い子供たちは無事に教会に避難したけど、食べ物や着るものが不足して困っているの。とりあえずみんなのために縫っていた服を持っていくつもりです。僕の今夜の分の食事持って行ってあげてください。先生、僕のも。先生、私のぬいぐるみも持って行ってください。私のも。僕のも。ありがとう。みんなのできることをしてあげましょうね。さ、それじゃ早速煮作りをしましょう。はい、急がで。どうしたの？いや、別に。トミーのアルガール、きっとみんな大喜びするわよ。ああ、そうだな。どうしたの？嫌なのあげるの。いや、そういうわけじゃないけど。じゃああげればいいじゃない。そこに持ってるの？とてもよくできてたもんね。あ、これ！ひどい。こんなことするのよ。トミーなんか最低よ。なあ、僕がやったのに。いいんだ、トミーが怒られた。大丈夫、心配すんなって。どうしたの？あ、先生、あの、あの、これ子供たちに持って行ってあげてください。トミー、これで最後？はい。さ、全部乗ったわ。ちょっと言い過ぎた。そう思ってるんでしょ？思ってません。このオルゴールね、トミーは誰かにプレゼントするつもりだったと思うの。え？この中にはトミーが伝えたかったありがとうとごめんなさいがいっぱい詰まってるの。そう思わない？トミーらしいわね。なん、それはあなたが持っていなさい。そしてトミーの気持ちを考えてあげて。確かにウサギだわ。なんへー、どうしたの二人とも。ごめんなさい。ごめんなさい。え、トミー悪くない。壊したのは僕とテリーなの。僕たちが悪いことしたのにトミーは優しくしてくれたんだよ。分かったからもう寝なさい。
高校するだって、もう不器用なんだから、トミーなんかに任せてたらむちゃくちゃになっちゃうわ。もういつもいたずらばっかりするし、人がやった悪いことまで自分でかぶっちゃうし、子豚みたいなウサギしか作れないし、不器用なんだから仕方ないから手伝ってあげるわ。どれどれ、いた、あ、大丈夫、うっさ、あー、だましたな。夜更かしってなんだかワクワクするわ。ジョー先生に毎晩叱られてもみんなベッドを抜け出して遅くまで大騒ぎ。だってまだまだ眠くないんだもの。次回パジャマで大戦争、お楽しみに。この道はどこまで続く？森の向こうへ果てしなく。この空はどこまで青い？遥かに